こんにちは、緑川です。リカチャンネル編み物部へようこそ。今日もよろしくお願いします。今日は、A ラインですね、裾広がりのキャミソールを編みたいと思います。前と後ろね、同じ身頃を編みます。同じものを2枚編みます。まず1枚目を編んだところになります。ここのところが、胸の上のところ、この辺りが鎖骨ということになりますが、ここからこちら向きに下向きに編んでいっておりまして、はい、ここをね、増し目をしながら編んでいます。そしてこのようにね、増し目をしながら裾広がりということで、お好きな長さまで自由にね、編んでいただけます。短めにしたり長めにしたり、はい、お好きな長さまで編むことができます。とってもシンプルな編み方になっています。それから、ここのところね、目数が、はい、ルールがございます。3目かけるいくつかプラス2目です。はい、3目かけるいくつかプラス2目です。私の場合は3かける14は42プラス2目で44目。私は44目でスタートしました。キャミソールの形ですので、後ほどここにストラップ、はい、肩紐が来るということになります。これは、各自、このルールにのっとって目数はね、増減していただければと思います。そして私の目数で今、およそ38センチぐらいになっていますね。はい、38センチぐらいです。そして簡単な増し目をしながら、このようにね、好きな長さまで編んでいきます。そして2枚編みましたら、肩紐を編みます。それから、着心地を重視して、適宜合い印をつけたところ、ここがね、袖腕が入るところなので、合い印をつけて、この裾の方だけね、縫い合わせをするということになります。はい、はい、今日使っている糸はダイソーさんの、リサイクルコットンコーラルピンク、こちらは 50g 入りのものになります。 120m です。そして、かぎ針は、私は 8.5mm を使います。それでは、編んでいきます。まず、最初は鎖編みになります。これでかぎ針がきつくなくスルンと通る感じで、1、2、3と編みます。皆さんも、大体どれぐらいがいいかなと見計らって編んでいきましょう。はい、私は44目編んできたところです。そうしましたら44番目の鎖編みのここにね、マーカーをつけておきます。そして、1目目は、はい、鎖編みを3目します。鎖編み3目は長編み1と数えますね。ここから 1、2、3 鎖編みを3つ編みました。そうしましたら、これを長編み1と数えるので、ここの鎖編みのところ、はい、このようにね、必ず1目目だよの印をつけておきます。はい、必ずつけておきましょう。はい、そして、この鎖編みを裏側を見て編んでいきます。そして、裏山の真ん中の一本をね、すくいながら模様を編んでいきますけれども、はい、黄色のマーカーの左隣ですね、左隣、この裏山をすくって長編みをします。はい、このようなね、見た目になっていますね。はい、それでは次は鎖1、
そして土台の鎖編み一つスキップして隣に長編み、隣にも長編み、そして鎖1、土台の鎖編みを一つスキップして長編み、隣にも長編み。はい、おさらいをしていきます。まず鎖編みを44目編んで44番目のところの表側の2本に黄色のマークをしました。その後に鎖編み3目を編み長編み1目として3番目のところ、下から 1,2,3 番目の鎖編みの頭に1目目だよの印として水色のマークをしました。これを長編み1目とカウントします。そして次は黄色のマーカーの左隣の鎖編みの裏山に長編みを編みました。はい、ここで長編みが2つ並んでいることになります。ここで鎖1目スキップ、長編み、長編み、鎖1目スキップ、長編み、長編みと編みました。もう少し編んでみますね。はい、シンプルな模様です。鎖1をして1目スキップして長編みを2つ進めます。鎖1をして1目スキップして長編み、隣にも長編み。では一番端までこの編み方で進めます。はい、1段目のね最後です。今鎖1を編んでいるところです。残り3目ですが1目スキップして最後の2つは、長編みをしてねちょうど終わります。これでね1段目ができました。ではねひっくり返して2段目です。偶数段の時は毎回1目ね増し目をします。1目増やします。2段目、一番最初のこのところにね長編みを2目編みます。はい、鎖3目の方はまず鎖3目を編んでおきます。それを1目とします。私はここからは長編みで立ち上がりをします。どちらでもお好きな方で大丈夫です。大事なのはここに増し目をするということです。一番端のところに長編みを2目編みました。はい、偶数段の時は一番最初のところに1目増し目をしておきます。そしてあとは下の通りに編んでいきますので、はい、下と全く同じことを編んでいきます。長編み、鎖、はい、一番端の目で1目増やしているから長編みが3目並んでいますね。そしてあとはね同じように編みます。はい、2段目のね終わりのところに来ました。編み終わりは編み始めと全く同じ鏡合わせということになります。まずここをね編みます。鎖1をして長編みの上に長編み、次は、はい、マーカーをしていましたね、1目目だよの印、ここのところに針を入れ長編み、は
そしてここは増し目をする偶数段は必ず最後に一目足しておきたいので、同じところに針を入れ長編みをします。はい、これで編み終わりと編み始めが同じ見た目になっていて、長編みがね3目並んでいると思います。それでは3段目です。3段目奇数段は増し目がありません。奇数段は下の通りに編むというルールです。奇数段は下の通りに編む、はい、まず長編みから始めますが、はい、ここはね鎖編み3目でももちろん大丈夫です。お好きな方で編んでください。はい、下の通りに編むですから、長編みを順番に一つずつ編んで、次は鎖1のところが来たので鎖1、そして長編み長編みと下と全く同じ目数で編んでいくということになります。はい、増し目をしないので前の段と同じ目数になる、同じ模様を編むということになります。前の段と同じだから、前の段長編みが3目並んでいて、ここの3目ですね、増し目がなく下の段と全く同じことを編んでいくというのが奇数段の編み方です。はい、3段目のね終わりのところです。下と同じ通りに編んでいきますね。はい、3段目が終わったところになります。それでは4段目です。裏に返して4段目です。4段目の偶数段は、両端で増し目をするというルールでしたね。鎖編み3目の方はまず鎖編みを3目編みます。私は1目目を長編みで編みます。そして同じところに長編みを編みます。はい、一番最初に増し目をしました。マーカーを必ずつけておきましょう。このようにね、同じところに2目編んで増し目をしました。2段目と全く同じことを4段目でもいたします。そしてこの後は下の通りに編んでいきます。はい、増し目をした以外はね下の通りに編んでいきます。4段目の終わりのところです。鎖1をして、はい、4段目は両端で増し目をするというルールでしたね。偶数段は両端で増し目をします。ですからこのマーカーをしているところに長編みを2目編み込んであげますね。はい、忘れずに。はい、そうすると2段目の時にここに増し目をしていて、3段目はありません。そして4段目は偶数段は増し目をしました。このようにね見た目も違ってきています。それでは5段目の最初をいたします。5段目奇数段は増し目がありません。下の通りに同じように同じ目数で編んでいきます。まず最初は鎖編み3目が長編みで1目目を編み、必ずマーカーをつけておきましょう。はい、5段目奇数段は増し目がありませんから、1目に1つずつ下と同じ、全く同じことをしていくということになりますね。ですから今日の編み方はね2段リピートです。奇数段のルールと偶数段のルール、はい、2段リピートをしていくということになります。
今ね5段目ですね。長編みのこの端の本数は最初は2目、2目、3目、3目、4目、4目とね増えていくことになります。はい、これは先ほど、私が最初に編んでいた方になりますね。44目スタート38センチでした。そして、段数をね数えてみます。はい、私は29段編んでいました。この段数はね、お好きな長さで大丈夫です。私は、リサイクルコットン8号針で編んで29段編んだところの長さはそうですね、およそ、45.5 ぐらいですね。 45.5 ぐらい、はい、になっていました。それからこの29段編んだ裾の横幅をね採寸しておきます。はい、はい、ちょうど50センチになっていました。はい、この数字を参考になさってください。ですから、もう少しこうゆとりが欲しいなという方は最初の作り目を、私より増やしていただければと思います。はい、今回はねこう緩やかな、はい、裾フレアになっていて、横向きにするとここにはストラップ、そして身頃の下側の方を少し、剥ぎ合わせをするという感じで、剥ぎのところはね T シャツなどを着る、上から着る想定なので、袖ぐりはね大きく開ける、はい、涼しく着られるようにね大きく開ける、また着心地が良くするために大きく開ける予定になっています。ストラップも含めて、脇が決まりますので、はい、まずはねこの同じ身頃を2枚編むということになります。皆様はここの長さを何センチにしたいかなというのを考えて、それから鎖編みをちょっと多めに編んで、この模様を編んでちょうどいいところまで編んだら、残った鎖編みは後ほどほどくという感じでよろしいかなと思います。それでは私もまずはねもう一つの身頃を編んでいきます。はい、身頃を2枚編み終えたところになります。はい、同じものをね2枚編みました。そして、これからは、ストラップを編みたいと思います。このように細編みで編んでいきますね。こちら側が身頃の表になります。長編みがここがね表目になって、ここが裏になっています。ここが表になります。表を見ながら編んでいきますね。はい、準備をしたらここから編んでいきますが、はい、ここは鎖編みのところ、側に針を入れ細編みを、そしてこちら、はい、長編みと、それからここ黄色のマーカーは一番最初につけた、ところになりますね。はい、ここのところにね編んでいきます。はい、あとはこのマーカーのところ、はい、このところにね、はい、針を通したらマーカーを外して、はい、これで細編みを4目編みました。はい、では返して鎖1で立ち上がり、細編みを4目編みます。はい、そしてまた元に戻して鎖1、細編みを4目。返して鎖1をして細編みを4目。はい、そして返して鎖1。このような手順で細編み4目で肩のストラップ部分を編んでいきます。そして、私は、これをね、
実際に自分の体に当てて、そしてこう T シャツのこう縫い目のところからこの下を測ったら9センチだったんですね。9センチだったので倍にして18センチあったらいいかなと思いまして、こちら18センチ分編んだところになります。はい、このようにね、18センチ分になっています。そして段数を数えます。2、4、6、8と31段になっています。はい、31段までね編んだところになります。段数はね、各自違って大丈夫ですね。はい、好みの長さでいいということになります。それではね、とじ針で反対側の身ごろの同じ場所に針合わせをいたします。はい、身ごろはね表同士になっています。はい、こちらも表ですね。そしてこの一番端から、はい、この頭同士を取って剥ぎ合わせをしますね。はい、ベルトの一番4目のうちの一番右、こちらは一番端の長編みの頭ということになります。はい、そして同じところにもう一度通します。はい、そして隣の長編みの頭に進んで、細編みの2番目に進んで、同じところにもう一回しっかりキュッとしておきます。そしてこちらが鎖編みになってますが、鎖編みの上の2本と裏山を分けるようにとじ針を入れて、はい、こちらもね2回、そしてあとは編み地の裏に出して、はい、こちらの細編みの方が丈夫なのでこちらの方にね糸始末をしていくといいかなと思います。しっかり返し縫いをします。はい、このようにねストラップがつきました。この長さ段数はお好みですので、はい、皆さんが着心地の良い段数長さまで編んでからとじ合わせをしてください。そしてこの糸はね、編み始めの糸はね、またとじ針で糸始末をしておきましょう。このようなね、見た目になりました。はい、次はね、身ごろの、袖の開け口を残して、途中から、はい、脇の下から裾までを剥ぎ合わせをしていくというところになります。はい、まずね、どこを開け口にするかなんですが、私は肩のこのストラップの頂点から30センチ、はい、かなり大きいですが、 T シャツとかねそういうのを着る時にも、はい、いいかなと思うので、30センチのところ、ここがいいなと思うので、またねここに印をつけます。そして、こちらはね今私は裏向きにしていますね。はい、今裏が見えていて、裏が見えていて、はい、この内側が表身ごろになっていますね。そして今30センチのところに印をつけて段数を数えて1、2、3、4、5、6、12段目と13段目の間にマーカーをつけたので、こちらも同じように数えます。はい、ここが12、13、はい、ここということが分かりますね。はい、ここを脇の開き止まりとしてこちら側ね開けておきます。そしてこちら側を、はい、剥ぎ合わせをしていきます。剥ぎ合わせの仕方はね、とじ針で、巻きかがりでも大丈夫です。私は最近ね鎖とじが簡単なので気に入ったので、今回もね鎖とじをしていってみようと思います。こちら側に編み終わりに少し糸を残していたんですが、はい、これを使いたいと思います。はい、私は今ね向こう側に糸があって手前が糸がないので、マーカーを外して一番端のところにかぎ針を入れ、はい、このところのね端のところにかぎ針を入れ、上糸をかけてくぐって連れて出てきますね。はい、これで
鎖編みをします、はい、そして途中で段が、ずれてしまわないように間にもねマーカーを入れておくといいと思います。例えば2、4、6段目ぐらいのところ、はい、途中でもね合い印をつけておくと正確に閉じることができるかなと思います。このようにね途中途中に合い印をつけておきましょう。そして、はい、同じ段数でねこうやって左手の方でね同じ段数のところをしっかり掴んでおきますね。そしてこの長編みの足の間に割り込み2本2本ぐらい取って鎖編み、そして鎖1、足のうちの2本を取り引き抜いて次は鎖1、はい、こういう感じで縫っていきますね。と突っ張りがなくねふんわりできます。次は鎖1、はい、鎖1分スキップするような感じでやっていくといいですね。で身ごろは段数はいつも同じところに針を通すということを気をつけます。鎖1、はい、身ごろからは糸を2本ずつすくっておくと丈夫かなと思います。鎖1した分スキップする形で針を入れていきますね、はい、このところがね段数がずれないように気をつけながらねやるといいかなと思います、はい、このような見た目になります。とじ針で巻きかがりでももちろん大丈夫です。お好きな方法で剥ぎ合わせをしていきましょう。そして裾の方からここまでと決めた脇の空き止まりのところまで、剥ぎ合わせをしたら糸始末をします。そして反対側も同じようにいたします。はい、裾から脇のところまで、引き抜き鎖とね鎖とじをしたところです。このようなね見た目になります。剥ぎ合わせの仕方はねお好みの方法で大丈夫です。はい、そして、次の工程なんですが今度はねこの脇のところからこの外側のところをね一回細編みで、縁編みをしておきたいと思います。はい、新しい糸を準備して脇のところから編んでいきますけれども、ここのところはね長編みの足がありますね。長編み1段に対し細編みを2目編んでいきます。脇の一番谷のところから細編みをしていきます。長編みの足のうちのだいたい2本ぐらいをすくって1段あたり細編みを2目で縁編みをしていきます。このところにね、はい、糸を2本ぐらい取ります。そして長編み1段に対し細編みを2目はい、足のうちの2本を取って細編み、はい、次もここですね。取りやすいところでいいので足のうちの2本をすくって1段あたり細編み2目はい、このようにね綺麗に平らになっていくと思います。はい、脇下の中心から上に向かって細編みを編んできました。そしてこのストラップ部分もねこのまま続けて編んでいきます。そして、ここは細編みがありますので細編みの端の2本を取って1段に1目になります。ちょっとね喉が枯れてすいません。はい、1段あたり1目と細編みを編んでいきます。
い、このようにね、一段あたり1目編んでいきます。そして反対側まで行って最初のところまで戻ってきたら1目めに引き抜いて、一周ぐるりと編んだら終わって糸始末をするという流れになります。反対側も同じようにいたします。はい、脇下からストラップの外側まで一周ね、細編みを編んで縁取りをしたところです。はい、それでは同じ要領でこの内側もねやっていきたいと思います。はい、伸び飛びになりますのでね、やった方がいいかなと思います。先ほどと同じように細編みで一周編んでいきます。はい、準備をしました。そうしましたらここの縁のところ、はい、この2本を取って一目に一つずつ細編みをしていきましょう。はい、そして鎖編みで空いている隙間のところには細編みを一つ、そして長編みのところはこのね端の2本を取って細編み、細編み、隙間には側に細編み一つ、はい、このようにね編んでいきます。はい、えりぐりの縁編みをね、ここから始めて細編みを一つずつ編んできました。そして左端まで来ました。そしたらこのまますぐねストラップの方に行きます。はい、先ほどのこの外側とね同じ要領です。細編み1段につき細編みを1目編んでいきます。ストラップのところはね、先ほどと同じ要領で細編み1段に対し縁編みの細編みを1目とこんな風にね編んでいきます。はい、この要領で1周編んで最初に戻ってきたら引き抜いて終わります。はい、次はねストラップのところをアレンジしたいと思います。これはねストラップの外側に印をつけているんですが、まずね真ん中に印をつけました。そしてその隣から10目分、はい、こちらもそのマーカーの隣から10目分ですので、全部で10、10と1で21目なんですけれども、ここのところにねほんのちょっとアクセントに、編みたいと思います。これはねお好みなので編まなくても大丈夫です。はい、ではねやっていきます。長編みを編んでいきます。はい、準備をしますね。そうしましたら、はい、ここは中心ですがここから編んでいきますね。21目分、ストラップの真ん中の21目分ということになります。そして2目ずつね長編みを編んでいきたいと思いますね。はい、この縁編みの細編みのところに針を入れ長編みを2目ずつ、このようにしますと、はい、倍の目になるので少しねフリルになっていきます。こちら側のマーカーまで編んだら終わりということになります。はい、ストラップのところの縁編みの細編みのところに長編みをね2目ずつ編むとこのようにねフリルになります。それではねマーカーのところまで編み終わったので引き抜いて終わって、ここは糸始末をしていきます。はい、ストラップの外側にちょっとしたフリルをつけました。はい、こちらねやってもやらなくてもお好みなんですけれども、1段だとこれぐらいになります。もっとフリフリにしたい方は2段目3段目とね編み足すのも楽しいかなと思います。はい、はい、それではね最後に裾の、縁編みなんですが、2つのね方法があります。まず1つは、このままシンプルに終わりたいという方は1目に1つずつ細編みをしていきます。はい、このね
隙間のところには細編み1目でシンプルに細編みを1段編んで終わるというやり方です。それから、私は、先ほどの肩のストラップのところのように長編みを、倍の目にしてフリルにしてみようかなと思います。はい、そちらをねこれから編んでいきます。先ほどの肩と同じです。一つの目に長編みを2目ずつ編んでいきたいと思います。同じところに長編みを2目前の目にしてフリルをしていきます。フリルじゃなくていい方は、普通に細編みを1段編まれると良いと思います。フリルにしたらどんな風になるのかなということで、このまま編み進めていきたいと思います。はい、このようにね、私は1段で短いフリルにしてみようかなと思います。はい、このようにね裾の、フリルも1段ね編みまして完成しました。そしてね本当にね可愛いね可愛いキャミソールになりましたね。はい、あれフリルはお好みですけれども、1段でもねこのようにね可愛くなりました。はい、そして袖もねこんな感じで、Tシャツの上から着てもいいですし、ブラキャミの上から着てもね可愛いかなと思います。とてもね涼しい感じにできております。可愛いねシルエットになりました。頭の中でね想像していたものを作るっていうのが私のいつもの編み物なんですけど、今回もねバッチリそのようにねできたかなと思います。またフリルの段数などはねお好みにアレンジしていただければと思います。女子マネさんの試着がね楽しみですね。それからね、材料なんですが、こちらがね4玉目です。こちらは 50g 入りの方になりますね。4玉目がどれぐらい残っているか念のため測りで計量しておきます。28g 残っているから22g 使っていますね。 50g 入りの場合4玉目が少し残ったという状況です。 40g 入りを使われる方は、分量にご注意ください。また着丈を長くしたいフリルを多くしたいという方は、こちらの糸をね十分に栄養分にご用意いただければと思います。はい、本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はね長編み鎖編みがメインで、縁編みやストラップね細編みをいたしましたが、基本的なね編み方でこのようにね可愛らしいウエアを作ることができました。ぜひ、初心者さんからベテランさんまでね多くの方に編んで楽しんでいただければとっても嬉しいです。今日のご感想はいかがだったでしょうか。ぜひ、コメントや、高評価いいねで、お知らせいただきますと大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。そしてリカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しております。ぜひこの機会にチャンネルへのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどりかわでした。はい、女子マネさんに試着をしていただきました。もうねとってもね可愛いです。はい、裾フレアで、はい、緩やかにね広がっておりますね。そしてフリルもねとっても可愛らしくなりました。お好みでねアレンジしていただけたらと思います。はい、横からね見たところです。はい、このようなね感じになっておりますね。今回はね裾フレアという方でこのようにねすっきりとしたシルエットになっております。はい、サイズをね大きくしたいという方、一番最初の、作り目の鎖編みのところをね、私より大きくされると良いかなと思います。ぜひコットンで編むこの可愛らしいキャミソール、多くの皆さんに編んでいただければ嬉しいです。